お、土田さんが認めている、好きで尊敬する芸人は誰ですか？とかいっぱいいそうですね。いっぱいいます。中学の時はとんねるずさん大好きで、本当プロになって本当にすごいなって思ったのがやっぱダチョウ倶楽部の3人なんで、なんで今も一ほう。緒にいる感じですかね。いや、まあ、竜兵さんって滑ってなんぼの芸じゃないですか。いや、そう、でも絶本当対そうなんで滑すよ。りに行ってると思うんですよ、あれ。取りに行ってなるじゃないですか、い滑るところ。や、言ってないんですよ。え、行ってないですか、あれ。そこがやっぱプロなんですよ。本当に面白いことをやろうと思って言ってるのに、そうじゃないから、やっぱ笑いが来るんですよね。だっあれ、て、い滑や、ろうと思ったら、やっぱね、あざとさってどっか出ちゃうんですよ。あ、養殖だはなって。い、でも、やっぱ、プロの人たちは、そこはやっぱね、本物なんですよ。だからね、本当そう、だからね、すごいです。だから俺、ダチョウ倶楽部さんが一番尊敬してるのは、本当に、才能っていう面でも、そんなにある人たちはないじゃないですか。そうですね、はい。で、特に話術が達者なわけでもないし、何があるの、この人たちなのに、こんなに長い間芸能界の第一線にいるって、俺、ちょっとある意味、天才なんだなと思って。ああ、テレビ芸の天才。